う。あなたに私のお誕生日をお祝いしてもらえるなんて嬉しいな。ハッピーバースデー、花よ。花よのスクールアイドルのコレクションに何時のものも増やしてあげるわ。花よのためにみんなでおにぎりたんとこさえたぞ。昆布でしょ、梅でしょ、鮭でしょ、たくあんでしょ。おめでとう。花よさん、お誕生日おめでとうございます。ほがらかで柔らかな雰囲気にいつも癒されています。花代さん、お誕生日おめでとうございます。花代さんのふわふわの笑顔を見ると私までほわーってなります。ハッピーバースデー、花代ちゃん。おにぎりって上手に作るの難しいね。まん丸になっちゃう。見ても笑わないでね。花代ちゃんのためにたくさんおにぎり作らないと。あっちって、おお、まだご飯が熱々だ。花代さん、誕生日おめでとうございます。これはミニミニおにぎり。夜とか小腹が空いた時に食べても罪悪感が少ないやつです。花代ちゃん、おめえ。花代ちゃんはお米が好きってことで、米粉のコッペパンだよ。いっぱい召し上がり。花代ちゃん、お誕生日おめでとう。私も爆弾おにぎりっていうの作ってみた。花よちゃん、おめでとう。ほっぺのお肉がプニプニでずっと触っていたくなっちゃうわ。ハッピーバースデー、花よ。君、すっごくスクールアイドルに詳しいんだって。コーラでも飲みながら話を聞かせてよ。花代ちゃん、おめでとう。かなたちゃんもアルパカさんと会ってみたいんだけど、いいかな。もふもふ気持ちよさそう。花代ちゃんのひたむきで努力家なところにルビーも勇気をもらいました。花代ちゃん、誕生日おめでとう。白いご飯が好きな人に悪い人はいないずら。焼きそば、おかわりいる？花代ちゃんの食べっぷり見てるとこっちも作りがいがあるよ。花代ちゃんの誕生日パーティーにお店を予約しておいたよ。魚介の天ぷらが美味しいお店なんだ。花代ちゃん、お誕生日おめでとう。美味しいお魚一緒に食べに行こう。アルパカのお世話、花代ちゃんがやってたんだね。アルパカ、かわいいよね。花代さん、お誕生日おめでとうございます。あなたのひたむきさには、心を打たれます。花代、誕生日おめでとう。あなたの一生懸命な姿は、このヨハネの胸を震わせるわ。いっぱい食べる女の子は何より魅力的だわ。花よ、今日はあなたの誕生日。スクールアイドルの DVD を流しながらお祝いするわよ。花よちゃん、おめでとう。自分でしっかりと進んでいける花よちゃん、尊敬してます。かよちん、あのね、リンはかよちんがこの世に生まれてきてくれたことが嬉しくて仕方ないにゃ。花よちゃん、ハッピーバースデー。また一緒にお泊まり会しようね。花よちゃん、お誕生日おめでとう。花よちゃんと一緒にご飯を食べる時間は幸せそのもの。花よ、ハッピーバースデー。あなたはとびきり可愛いスクールアイドルよ。おにぎりを1つ2つたくさん。今日は花代の誕生日です。花代、誕生日おめでとう。素直で優しくて
あなたと一緒にいられることを嬉しく思うわ。